負けるな、悪の軍団は、声優、徳屋お空による日本の4コマ漫画作品。月刊武士ロードにて、2013年10月号より、連載を開始し2018年5月号で終了。2020年4月には、単行本に収録されている本編に描き下ろしの、加わった、電子書籍版が発売された。宇宙征服を目指すドン様、そして部下であるチクちゃん。 ペップちゃんからなる宇宙人のグループ、悪の軍団は、手始めに、地球征服を企む。地球を制圧したかに思えたが、捕獲した人類の数が想定より多すぎたために、宇宙船へ乗せることができず失敗に終わってしまう。失意のまま地球のことを調査していた最中、ドン様が好きなスイーツを求めて立ち寄ったコンビニで、ヒマジンと再会。そこでヒマジンから紹介してもらったセータとの出会いを、 きっかけにして、ひよこ通り商店街に拠点を置くことに、悪の軍団は、宇宙征服を企むも地球人の優しさや、食べ物などに魅了され、地球に馴染んでいくのだった。2017年4月より6月まで、東京 MX 他にて、5分枠の短編アニメとして、放送された。初回は、東京 MX3 テレビのみ実写パートを含めて15分枠で放送。 ナレーション、主題歌は各話ナレーションズが担当。当アニメは原画作業を含めてフルーデジタル環境で制作されており、2018年初頭には当アニメのワークフローが無償公開された。2017年8月25日に全12話を収録した BD が発売され、テーマソング、ネバネバギッパーを収録した特典 CD が付属した。負けるな。 悪のニコ星は2017年3月29日より毎週水曜日に配信されている番組。MC は原作者の徳屋大空。2017年3月15日には放送前特番を放送した。ニコニコ生放送にて毎週水曜日22時23時に本編を配信した後、LINE ライ,ンイブにて23時10分23時20分までアフタートークを配信。 ありがとうございます。